まずは後ろから3番の吉田がゆっくりと上昇開始、山口を連れて前へ前へと岐阜コンビが攻め上がっていって、さあそして中段4番手から1番の山中も車を外に持ち出しました。さあ残り800を切っての1コーナーで先に動いた1番の山中が一度切って、あとはこの上を3番の吉田が叩きに行きます。3番吉田が先頭に変わってすかさず7番の針の構成、和歌山勢も反応してまいりまして主導権を握ったのが7番車の針の、あとは4番の藤原も昨日同様早めの巻き返しとなりました。7番の針の、そして4番の藤原なんですが、ここは4番藤原のスピードが勝って、さあ4番の藤原ナインが先頭3車完全にできました。1番の山中が追い上げていって4番手、一方3番の吉田は現在は8番手となりました。飛ばす4番の藤原俊太郎、2番手が8番の栗村、4番手1番の山中で、3番の吉田は依然として6番手付近となりました。ブロックを見せて8番栗村、4コーナーを回ってくる。先頭が4番の藤原、藤原先頭で踏ん張ったか、外は8番の栗村。